抗議の控え者とは次のような目的を持つ鉄道車両。競技には事業用車の一種で車両形式記号を日として区別される貨車を指す。曲線の多い貨物駅や臨港線等で連結機の変更を減らし連結作業を容易にするために機関車に連結される車両。鉄道連絡線への高層車両積み込みの際、船舶に 機関車の重量をかけないために連結する車両。ミサオ重車の改装時にクレーンブームを収納するための車両。主に長物車が使用される。貨車の車長より長い貨物を輸送したり、車体が連結機よりも先に伸びている車両を運用する際に、張り出し分を保証するため、その前後に連結する車両。本来は、勇者と呼ぶべきものである。 二軸の長物車を使用することが多い。車両工場等で建物内に車両を押し込む際、機関車が建物内にまで入らなくて良いように、あるいは河線のない場所にまで押し込むことが可能なように間に連結する車両。他の目的と兼用されることが多い。トロッコ列車で高展時やトロッコ車両に乗車できない区間において乗客が待機するための旅客車両のこと。 胴体保存機関車や一部の私有機関車等で改装時に付属品や添乗員の輸送のために連結される客貨車。連結機が異なる機関車と電車など通常はお互いに連結できない車両を連結させる必要がある場合にアダプタとして使用する車両。この場合の控え車は貨車とは限らない。同じ目的でも公衆鉄道車両輸送時に連結される場合は 通常有者と呼ばれる。ただし、1960年代前半に相当型療養連結器の実用化により、相当型療養連結器装備車両には、この措置は基本的に不要となった。貨物駅や操車場等で、貨車の解決作業時に使用する。通常は側板を持たない二軸車が使用され、作業員の天井を考慮して、手すりが設けられる場合が多く、 中には作業員待機のために屋根のかかった控え室を持つものもある。古い無害車を改造するケースが多い。車両形式記号は控えるから取った木である。高層車両に連結された、控え車の冷静貫連絡線や、右航連絡線など、日本国有鉄道が運営していた、いくつかの航路では、貨車や荷物車、郵便車などを直接船舶に積み込み、 輸送の迅速化を図った車両構想が実施されていたが、その船への出し入れを行う際、貨車と機関車の間に空の貨車や専用の機関車を数両連結するのが通例であった。その目的は、可動橋先端部から船体にかけて重量の重い機関車が乗ると、通常ヒーリングポンプで船がその分沈み込んだ分を修正するが、可動橋と船体接続部は、 傾斜の変化により踏みずらが不安定になり、その不安定な稼働橋や接続部踏みずら上で入れ替え機関車が直接駆動力や制動力をかけると空転、滑走して脱線や激突の危険が生じるためであり、稼働橋の強度上の理由とする続説は誤りである。実際、C62 型でさえ、静観連絡線により構想されている。構造的には、 通常の連結作業に使われる、被害車と対差ないが、後年は被害室を持たない車両が使用された。車両形式記号は、同じく、被である。JR 東日本は、自社が保有する蒸気機関車を改装する際の、係員天井のために、スハフ12型を、機関車各部の温度等のセンサーをモニタできるよう改造の上、親12型として使用している。 その他の例では営業用車両を一時的に使用する場合が多い。一種連結器を変換するアダプタとして使用されるものが多く、購買区間での補助機関車連結用や、一種電化区間、非電化区間への電車の乗り入れのために、電源車との兼用で連結される。事業用車として、改め形式されることもあるが、営業用旅客車、貨物車をそのまま使用することもある。 ありがとうございます。